はい、マコでございます。今回もよろしくお願いします。名探偵コナン疑惑の豪華列車のラストの事件をやっていきます。それで最初に誰に話しかけたかで事件が分岐するんですけど、最後はこの2人ですね、佐伯さんと中尾さんに話をかけます。おいコナン、これからみんなでジャパネスク号の探検に行こうぜ。この食堂車の他にもいろんな部屋があるみたいだよ。これも社会勉強のうちですからね。悪いけど俺、蘭姉ちゃんに部屋に戻るように言われたから、ここまで来てお前らのお守りをしたかねえよ。なんでつまんねえの。蘭姉お姉さんに言われたんじゃしょうがないね。明日ゆっくり僕たちの冒険談を聞かせてあげますよ。やれやれ、それじゃあこれからゆっくりこのジャパネスク号を見て回るとするか。では情報収集をしていきます。あれ、あゆみたちが中にいるぞ。あいつらこんなところで何やってんだ。見つかるとまずいや。ここは後にしよう。相原、あの服部っていう人ならさっき列車の中を見てくるからって出てったわよ。お前は何してるんだよ。図書室で借りてきた本を読んでるのよ。今面白いところだから邪魔しないで。分かったよ、相変わらず可愛げのねえやつ。こういう部屋割りにするんだったら服部とコナンにして蘭姉ちゃんと灰原にすればいいと思うんだけど、カズハが怒るぞ。次はどこへ行こうかな。あれ、秘書の佐伯さんっていう人はどこに行ったの。女優の光京子がバーに来てるっていうんでのこのこ出てったわよ。私も気晴らしにカズニョにでも行ってこようかしら。あら、あなたがランさんの言ってたコナンくんね。さっきランさんがそろそろ子供たちを寝かさなくちゃいけないからって探しに行ったよ。うーん、それじゃあ僕お部屋に戻ってるね。やべ、こんな時間に寝かされたんじゃ退屈でたまんねえもんな。あれ、光さんはどこに行ったの。あら、毛利さんのところの坊やね。光さんならさっきバーに行くって出て行ったわよ。私これから仕事で電話をしなきゃいけないからちょっと外に出ていてね。あら、コナンくん、私これから図書室に行って純子さんたちとお話しに行くけど、コナンくんも一緒に行く。寝かせるんじゃなかったの。そうだね、僕も後から行くよ。そう、それじゃあ後でね。まだ起きてていいんですか。さて、列車の中も一通り見て回ったし、これからどうしようかな。ここはバーだ。お、服部、おい工藤、大変や。でかい声で工藤って呼ぶなよ。何かあったのか。さっきバーで中尾先生の奥さんが突然倒れてそのまま死んだらしいんや。しかもどうやら毒を飲んだらしい。毒を。俺は今からバーに行ってみる。お前も来るんやろ。当然だ。いや、バー目の前ですけど。あれ、あいつらまだここにいたのか。あゆみちゃん、一体何があったの。コナン君、大変なの。おばさんが急に倒れて死んじゃったの。あゆみちゃん、何があったのか俺に話してくれないか。うん、あのね、カクテルグラス殺人事件。私たち面白かったからずっとバーにいたの。そしたらね、テーブルに座っていたお医者さんとお医者さんの奥さんが席を交換すると言って立ち上がったわ。お医者さん、光さんとお話がしたかったんだって。佐伯のおじさんはそのまま部屋に戻るって言ってたけど、お医者さんの奥さんがグラスを忘れてたからそのグラスを届けてあげたの。ほう。それで私たち心のおじさんに見つかっちゃって怒られちゃった。でも光さんがジュースをご馳走してあげるって許してくれたの。心のおじさん、私たちが来たから気分悪くしちゃってまだジュースが残ってるのにそろそろ帰れって。そしたら玄太くん嫌だって言ってジュースを持ったままお医者さんの奥さんにぶつかってジュースを引っ掛けちゃったの。玄太、何してんだよ。お医者さんの奥さん、トイレで直してくるって出てきたわ。真っ青な顔をして、着物はまずいだろう。入れ替わりにお姉さんが入ってきたわ。もう帰りなさいって少し怒ってた。お医者さんの奥さん、酔っ払っていたのかな。お医者さんのグラスを取り上げて一気に飲んじゃったの。うわっ、う顔が崩れてるように見えたな。もうびっくりしたわ。いきなり倒れて動かなくなっちゃうんだもん。うーん、なるほど。よく覚えてんな、あゆみちゃん。皆さん動かないでください。これは殺人事件かもしれない。殺人？バカな。一体誰が稽古を殺したというんだ。その通り、自殺という可能性もある。自殺か、確かにその線もあり得る。どこ行った。お、奥さんの持ち物は旅行カバンとこのハンドバッグですな。そのはずですが。ねえおじさん、ハンドバッグの中に手紙が入ってるよ。あせ、何何？
私は重大な罪を犯してしまいました。ご迷惑をおかけした皆さんにお詫びするために死を選びます。遺書はワープロで書かれている。待てよ、それにしては最後の行の下が妙に窮屈な気がするぞ。やはり自殺か。稽古のやつ一体どんな罪を。気になるな。この遺書はどこか不自然だ。おっちゃんがいないうちに奥さんの持ち物を調べておこう。コンパクトに口紅にイニシャル入りのハンカチに万年筆に手帳、それに財布か。とりあえずみんなに話を聞いてみよう。情報収集だね。あら、コナン君まだ起きてたの？ランさんとは会えたん？大変だよ。ついさっきバーで中尾先生の奥さんが倒れてすま死んじゃったんだ。先生の奥様が亡くなられた？どうして？純子、僕たちも様子を見てこよう。ええ、そうするわ。行っちゃった。あら、坊や、まだ起きてるの？大変なんだ。今、さっき、バーで中尾先生の奥さんが突然倒れてすま死んじゃったんだ。光さんも一緒にいたんだよ。なんですって、心配だわ。私、様子を見てくる。いた、いた。会長、何も喋らねえ。大変申し訳にくいんですが、ついさっきここのバーで中尾先生の奥さんが亡くなられまして。なんだと一体どういうことなんだね。詳しいことは後でご説明します。とにかく現場へ来ていただきたい。よろしい。お、さっきいなかったのに。なんだか騒がしいが何かあったのかい？中尾先生の奥さんが亡くなったんだ。なんだって。おいおい、すげえとこ通ったな。飛び越えたか、通り抜けたぞ。お、本当なの？あの奥さんが死んだって。まあそう、お気の毒だこと。私もちょっと気になるからバーに行ってみるわ。これで全員現場に向かったのかな。お、死因は何ですか？おそらく青酸カリじゃろう。口の中に残っていたカプセルの状態から判断して、カプセルを飲んでから20分以上は経過しておる。20分前ちょうど俺たちがバーに来た頃だな。僕が奥さんをここまで追い詰めたんだ。最近急に何を言い出すの？奥さんはきっと私との関係に苦しんで自殺したんだ。僕か私か、一人称どっちだよ。関係というと、まさかあなたは先生の奥さんと付き合っていたんですか？まさか恵子がわしを裏切るだなんて。奥さんはずっと悩んでいたんです。先生を騙して申し訳ないって。こんな場面で不倫暴露かよ。あなたもさぞかしほっとしたろ。面倒な女が死んでくれてよ。なんだと貴様。まあまあ、ではこの事件は自殺ということで解決ですな。ああ、みんな言ってしまった。この事件は本当に自殺なんだろうか、気になるな。じゃあまた情報収集していこう。面白くなってきた。私もいろいろ調べてみようかしら。おいおい、不謹慎だぞ。いい加減にしてください。光さんが殺人の現場にいたなんてことがマスコミにバレたらどうするんです。ねえ、おじさんはずっとバーにいたよね。奥さんに何か変わったことはなかった？ああね、俺は一人で飲んでたからよく知らないが、あの人何度も立ったり座ったりして落ち着かなかったな。2回もおかわりしてたし。2回おかわりしたということは、毒が入っていたのは1杯目のグラスか。先生の奥さんはお気の毒ね。毒を飲んだなんて。僕はこんなことが起こらないように必ず君を幸せにするからね。まあ1回死んでるけどね。たかしさん、お邪魔しました。ダメだこりゃ。あらあら、これからお楽しみですか。あれ、光さんがいなくなってる。あれ、光さんがいない。彼女ならさっきまたバーに行ったわ。気になることがあるからって。いたいた、光さん。やっぱりおかしいわ。そういえば確かにおかしいぞ。奥さんが死んだらここにいたのは歩たち子供を入れて9人だったよね。それなのに今ここにはグラスが10個ある。この2つは光さんとおっちゃんのか。おっちゃんのグラス以外はみんな同じ形だな。そしてこれが中尾先生の。あら、どうしたの？先生のグラスにパールオニオンが入ってるわ。なんだそれ。小さい玉ねぎのことですよ。それがどうかしたの？だって先生はサザンクロスっていうカクテルばっかりおかわりしてたのよ。光さんは小五郎より冴えてるな。そうか、サザンクロスの中に入れるのは確かオリーブの実だ。なんでコナンが知ってんだよ。高校生だろ。パールオニオンを入れるのは確かポーラスターっていうカクテルよ。奥さんはずっとこれを飲んでたわ。死んじゃったお医者の奥さんが飲んでたグラスは空っぽだね。ええ、そしてこれが奥さんの隣にいた酒井さんの飲んでいたグラス。そしてこれが一つ余ったグラスだ。床に落ちて中身がこぼれたらしいな。奥さんは倒れる少し前に先生がグラスを間違えたと言って取り替えていた。でも奥さんが最後に飲んでいたのがポーラスターだとしたら、奥さんの方が間違えていたってことか。
あ、違うよ。コナン君、先生は本当にグラスを間違えたんだよ。あゆみちゃん？私見てたもん。私たちが帰ろうとした時、先生が奥さんのグラスを間違えて持って行ったの。だったら先生のグラスにはオリーブが残っているはずなのに。じゃあなぜ先生のグラスにパールオニオンが？この謎を解く鍵はこの10個目のグラスにありそうだ。うん、私部屋でゆっくり考えてみるわ。どっちが早くこの謎を解くか競争よ。小さな探偵さん、殺人事件が起きたのにノリノリだな。ドキ。もう何よコナン君ったら。お、なんか落ちてる。何か落ちてる。カフスボタンがでかっ。うわー綺麗ね。これお馬さんの模様がついてるよ。包紙にこの店の住所や電話番号が書いてある。この住所は外国のものだ。ここには綺麗にリボンがかかっているということは、おそらく自分が使うために買ったものじゃなくて誰かにプレゼントするために買ったものだ。大きめのカフスだし、プレゼントする相手は男の人だな。これにピンの裏に数字が刻んであるぞ。 196XYZ。 きっと日付だな。年は30年以上前だけど、月日は明日の日付だ。もしかしたら事件に何か関係あるかもしれないな。包み紙とカフスは拾っておこう。さて、またみんなに話を聞いてみるかな。落とし主には届けてあげないんだな。あ、いた。あのお姉さん、なに？さっきバーで泣いてた佐伯っていう人どこに行ったの？毛利のおじさんに探してこいって言われたんだけど。お、ね、おじさん、今までどこに行ってたの？なんだこのガキ、デカみたいな口聞きやがって、怖っ。ごめんなさい、さいなら。アイバラ、どうした？服部のやつはどこかへ行ったみたいだな。アイバラさん、どうしたの？私少し具合が悪いの。悪いけど一人にしておいて。チェ、相変わらずすかしてやろうだぜ。うん、どうしたんだよコナン。静かに。一体何がどうなってるんだ。ただでさえ危険な旅行だっていうのに。危険な旅行？少し風に当たって頭を冷やしてくるとするか。よし、部屋から出て行ったな。勝手に部屋に入らせてもらいます。さっきと何も変わりはないか。ねえコナン君、これって先生の着てたジャケットだよね。ポケットに何かメモみたいなものが入ってるぞ。これは俺にも見せろ。なんだこりゃ。こういうのを見るとワクワクしてくるぜ。俺の手帳に写しておこう。あ、私も。僕も。俺も一応元太には無理だ。さあもう遅いし部屋に帰ろうぜ。出ないとそろそろ。来たー、蘭姉ちゃん。こら、コナン君たちこんなところで何やってるの。やべ、間に合わなかった。一体今何時だと思ってるの。さあみんな部屋に帰るわよ。人の部屋に無断で入ったことは何も言わないんだな。おやすみなさいコナン君。おやすみなさい蘭姉ちゃん。ふう、これでゆっくり暗号メモの解読に取り掛かれる。お、服部。よう工藤、俺や。服部、ちょうどいいところへ。毛利のおっさんからおよその話は聞いた。なんやそのメモは。実はカクカクしかじか。なるほどな、俺もこの事件おかしいと思うとったんや。このメモの暗号なんだけど、お前はどう？どれ見せてみ。そや、この暗号こないにしてみたらどうやろう。そうか、わかったぞ。そして俺たちは暗号の示す通りカジノに向かった。暗号を見せてくれないし、寝なくていいのかコナン君。これはえらいこっちゃ。拳銃やらマシンガンやら100丁以上はあるで。弾薬もだ。するとこのジャパネスク号の本当の姿は大量の武器の密輸列車だったのか。あの時中尾先生が危険な旅行と言っていたのは多分このことだったんだ。そうだ服部、お前に頼みがある。なんや。この事件が中尾夫人の死とどういう関係があるのか確かめてみるためにな。行こうぜ服部。図書室、医務室、カジノ、何箇所あるんだよ。あんたは会長の主治医という地位を利用しこの列車を使って密輸をしてたんや。そのことを奥さんに知られたんで口封じのために奥さんを毒殺した。その危険に気づいた奥さんはこのメモで密輸の事実を俺たちに伝えようとした。違いますか中尾さん。知らん。わしはカジノの隠し扉のこともメモのことも何も知らん。拳銃の密輸をしていたのは妻の恵子だ。なんやて。遺書には皆さんに迷惑をかけたと書いてあった。佐伯という男との関係が原因で自殺したのならそんな書き方はしないはずだ。うん、それは確かに。そう考えた方があの遺書の意味は分かりやすい。ほんなら奥さんはやはり自殺を。まあええわ、
後でゆっくり聞かせてもらえましょうか。行っちゃった。おい工藤、ああ間違いない、中尾先生は嘘をついてる。中尾先生を問い詰めるときに拳銃がカジノで見つかったということを言わないでくれと頼んだよな。あ、それなのに中尾は拳銃がカジノにあったことを知っとった。おい工藤、少し事件を整理してみたらどうや。そうだな。で、事件整理よし、少し考えてみるか。では前の事件の時と同じように、まず正解のキーワードを3つから、やります。字体、字のバランス、中尾の嘘、あの遺書はいくつかおかしな点がある。一つは中尾先生の言う通り、奥さんが佐伯さんとの関係が理由で自殺したとすると、あの文の内容は少し変だ。しかし例えば奥さんが拳銃の密輸していたとすると、遺書の中身とはぴったり合う。でも実際に武器の密輸していたのは間違いなく中尾先生だ。もう一つおかしな点は、遺書がワープロで書かれていたことだ。高価な万年筆を持ち歩くような人が大事な遺書をワープロで書いたりするだろうか。それから遺書の最後の行の下が不自然に狭かったのも気になるし、そうか、これはもしかすると誰かがこの遺書の最後に書いてあった何かを隠すために切り取ったのだとしたら、でもまだその証拠がない。確認するのか。大丈夫。で今度は失敗の時ですね。正解を抜かした残りの9パターンのうち7パターンの少しのセリフの変化を見ていきます。1つ目、遺書のありか、字体、字のバランス。もう一つおかしな点は、遺書がワープロで書かれていたことだ。高価な万年筆を持ち歩くような人が大事な遺書をワープロで書いたりするだろうか。それから遺書の最後の行の下が不自然に狭かったのも気になるし、そうか、これはもしかすると誰かがこの遺書の最後に書いてあった何かを隠すために切り取ったのだとしたら、でもまだその証拠がない。遺書のあった場所は奥さんのカバンの中だ。自殺でないとすると誰か別の人が奥さんのカバンの中に入れたってことになるけど、待てよ、それに遺書の内容でもう一つおかしな点があったはずだけど。2つ目、遺書のありか、字体、稽古のハンカチ、遺書の字体、そしてそれのあった場所、さらに奥さんのものだと思える印象入りのハンカチ。ダメだ、もう少し考えの方向を決めてみようぜ。3つ目、遺書のありか、字のバランス、稽古のハンカチ。まさか遺書のバランスが悪くなっちまって、それでカバンの中に隠したってことはないよな。それにこのハンカチがどういうことを示すんだ。4つ目、遺書のありか、字のバランス、中尾の嘘、あの遺書はいくつかおかしな点がある。一つは中尾先生の言う通り、奥さんが佐伯さんとの関係が理由で自殺したとすると、あの文の内容少しは変だ。しかし例えば奥さんが拳銃を密輸していたとすると、遺書の中身とはぴったり合う。でも実際の武器の密輸していたら間違いなく中尾先生だ。それから遺書の最後の行の下が不自然に狭かったのも気になるし、そうか、これはもしかすると誰かがこの遺書の最後に書いてあった何かを隠すために切り取ったのだとしたら、でもまだその証拠がない。遺書のあった場所は奥さんのカバンの中だ。自殺でないとすると誰か別の人が奥さんのカバンの中に入れたってことになるけど、だけど俺にはまだ気になっていたことがあったはずだ。5個目、遺書のありか、稽古のハンカチ、中尾の嘘、あの遺書いくつかおかしな点がある。一つは中尾先生の言う通り、奥さんが佐伯さんとの関係理由で自殺したとすると、あの文の内容は少し変だ。しかし例えば奥さんが拳銃を密輸していたとすると、遺書の中身とはぴったり合う。でも実際に武器の密輸していたら間違いなく中尾先生だ。遺書のあった場所は奥さんのカバンの中だ。自殺でないとすると誰か別の人が奥さんのカバンの中に入れたってことになるけど、奥さんが持っていたハンカチは使われた跡がない。ってことは一度バーから出た時に使ったハンカチは別のものだということか。ってことはその別のハンカチを見つければ何かわかるかもしれないぜ。6個目が字体、字のバランス、稽古のハンカチ。もう一つおかしな点は、遺書がワープロで書かれていたことだ。高価な万年筆を持ち歩くような人が大事な遺書をワープロで書いたりするだろうか。それなら遺書の最後の行の下が不自然狭かったのも気になるし、そうか、これはもしかすると誰かがこの遺書の最後に書いてあった何かを隠すために切り取ったのだとしたら、でもまだその証拠がない。奥さんが持っていたハンカチは使われた跡がない。ってことは一度バーから出た時に使ったハンカチは別のものだということか。このイニシャルは自然な形で入っている。その分余計に遺書のバランスが気になるな。
で最後が字のバランス、稽古のハンカチ、中尾の嘘。あの遺書はいくつかおかしな点がある。一つは中尾先生の言う通り、奥さんが佐伯さんとの関係が理由で自殺したとすると、あの文の内容は少し変だ。しかし例えば奥さんが拳銃の密輸していたとすると、遺書の中身がぴったり合う。でも実際に武器に密輸していたら間違いなく中尾先生だ。それから遺書の最後の行の下が不自然に狭かったのも気になるし、そうか、これはもしかすると誰かがこの遺書の最後に書いてあった何かを隠すために切り取ったのだとしたら、でもまだその証拠がない。奥さんが持っていたハンカチは使われた跡がないってことは、一度バーから出た時に使ったハンカチは別のものだということか。でもこの段階で注目するのはやっぱり遺書のことかなっていう風になるんですね。そしてもう一つの事件整理ですね。では先ほどと同じく、まず正解のキーワード3つからやります。空のグラス、2人の行動、2つのカクテル。中尾先生はバーにいる間はずっとオリーブの入っているサザンクロスというカクテルを飲んでいた。それなのに奥さんが死んだ時、奥さんのグラスは空っぽで、先生のグラスには奥さんが飲んでいたはずのポーラスターに入れるパールオニオンが入っていた。あゆみは奥さんがトイレに行った間に中尾先生が一度奥さんのグラスを間違えて持ってきたと言っている。だけどその後で奥さんはその間違いに気がついて自分のグラスを取り返した。それより前、奥さんは先生のグラスを飲みすぎだと言って一度取り上げている。それに現場には持ち主のわからない空のグラスが一つ残っていた。そうか、もしかしたらこのグラスは最初バーにいた佐伯さんが置いていったものでは。確認するのが大丈夫。今度は先ほどと同じく失敗の時ですね。7パターンの少しのセリフの変化を見ていきます。1つ目、グラスのデザイン、座った場所、空のグラス。おっちゃんのグラス以外はみんな同じデザインだ。これは何か意図的に決められたことなのか。中尾先生が簡単に映った後、奥さんも簡単に映った。何か意味があったのか。中尾先生はバーにいる間はずっとオリーブの入っているサザンクロスというカクテルを飲んでいた。それなのに奥さんが死んだ時、奥さんのグラスは空っぽで、先生のグラスには奥さんが飲んでいたはずのポーラスターに入れるパールオニオンが入っていた。少し落ち着こうぜ。今はまだ周りのことよりもあの二人に何があったかを考える方が先だよな。2つ目、グラスのデザイン、座った場所、2人の行動。あゆみは奥さんが取りに行った間に中尾先生が一度奥さんのグラスを間違えて持って行ったと言っている。だけどその後で奥さんはその間違いに気がついて自分のグラスを取り返した。それよりも前、奥さんは先生のグラスを飲みすぎだと言って一度取り上げている。待てよ、確かあの時はおっちゃんのグラスだけが違ったものだった。そのおっちゃんのと同じカウンターへ着いた2人、何か関係があるのか。3つ目、グラスのデザイン、座った場所、2つのカクテル。おっちゃんのグラス以外はみんな同じデザインだ。これは何か意図的に決められたことなのか。中尾先生が簡単に釣った後、奥さんも簡単に釣った。何か意味があったのか。それに現場には持ち主のわからない空のグラスが一つ残っていた。そうか、もしかしたらこのグラスは最初バーにいた佐伯さんが置いていったものでは。これじゃダメだ。肝心の2人が何をしたのかがわからない。つまりそれが事件を解く鍵なんだ。4つ目、グラスのデザイン、空のグラス、2人の行動。中尾先生はバーにいる間ずっとオリーブの入っているサザンクロスでカクテルを飲んでいた。それなのに奥さんが死んだ時、奥さんのグラスは空っぽで、先生のグラスには奥さんが飲んでいたはずのポーラスターに入れるパールオニオンが入っていた。あゆみは奥さんが取りに行った間に中尾先生が一度奥さんのグラスを間違えて持って行ったと言っている。だけどその後で奥さんはその間違いに気がついて自分のグラスを取り返した。それよりも前、奥さんは先生のグラスを飲みすぎだと言って一度取り上げている。おっちゃんのグラス以外はみんな同じデザインだ。これは何か意図的に決められたことなのか。だとすると、それができたのは誰だ。それが分かるといいんだけどな。5つ目、グラスのデザイン、空のグラス、2つのカクテル。中尾先生はバーにいる間はずっとオリーブの入っているサザンクロスというカクテルを飲んでいた。それなのに奥さんが死んだ時、奥さんのグラスは空っぽで、先生のグラスには奥さんが飲んでいたはずのポーラスターに入れるパールオニオンが入っていた。おっちゃんのグラス以外はみんな同じデザインだ。これは何か意図的に決められたことなのか。それに現場には持ち主のわからない空のグラスが一つ残っていた。そうか、もしかしたらこのグラスは最初バーにいて佐伯さんが置いていったものなのでは。待てよ、先生があの時何をしたか考えてみた方がいいんじゃないか。6つ目、座った場所、空のグラス、2人の行動。
中尾先生はバーにいる間ずっとオリーブの入っているサタンクロスという隠し物を飲んでいた。それなのに奥さんが死んだ時、奥さんのグラスは空っぽで、先生のグラスには奥さんが飲んでいたはずのポーラスターに入れるパールオニオンが入っていた。あゆみは奥さんがトイレに行った間に中尾先生が一度奥さんのグラスを間違えて持っていたと言っている。だけどその後で奥さんはその間違いに気がついて自分のグラスを取り返した。それより前、奥さんは先生のグラス飲みすぎだと言って一度取り上げている。中尾先生がカウンターに移った後、奥さんもカウンターに移った。何か意味があったのかってことは、その意味が分かればいいんだけど、でも待てよ、そんなことを誰に聞けばいいってんだ。最後は座った場所からのグラス2つのカクテル。中尾先生はバーにいる間ずっとオリーブの入っているサザンクロスでカクテルを飲んでいた。それなりに奥さんが死んだ時、奥さんのグラスは空っぽで、先生のグラスには奥さんが飲んでいたはずのポーラスターにいるパールオニオンが入っていた。中尾先生が簡単に移った後、奥さんも簡単に移った。何か意味があったのか。それに現場にはもちろん分からない空のグラスが一つ残っていた。そうか、もしかしたらこのグラスは最初バーに佐伯さんが置いていったものでは。待てよ、その後二人は何をしたんだ。そこを考えてみないかっていう風になるんですね。とりあえずまた車内を回ってみようぜ。おし、佐伯さん、バーに残っていたもう一つのグラスは佐伯さんのグラスなんですね。ああ、確かに僕はあの時グラスをカウンターに置いてきたよ。それはそうと、どうしてそんなことを聞くんだい。あは、毛利のおっさんから聞いてこいって頼まれたんや。ほな、さいなら。ねえねえ、二人は前から亡くなった奥さんのことを知ってたの？私、小さい頃奥様に習字を習っていたの。奥様はそれは字がお上手で、出かける時は必ず万年筆を持っていらしたわ。とするとやはり、あ、もう間違いないで、自殺ではないですね。ワープロで打つような人ではない。あー、もうなんだか気分壊れちゃった。次の駅で降りて海外旅行にでも行っちゃおうかしら。いいわね、私も先週イギリスに行ってきたばかりなの。残念ながら遊びじゃなくて仕事だったんだけど、私もヨーロッパ大好きよ。女同士ですっかり盛り上がってるな。お、どや工藤、お前の推理は。ああ、大体犯人の目星はついた。でも、まだ証拠が足りない。その通りや。その証拠をどっちが早く見つけるか勝負やで、工藤。お前には負けないぜ。それはこっちのセリフや。さあ、そろそろ帰って、あの灰原っちゅうガキの様子見てやらんと。優しいな。あいつ結構いいとこあるじゃんか。とりあえずまた車内を回ってみるか。よし、もう一度現場に戻ってみるか。入れないのか。お、そうだ。トリプルメガネ。しかし一人だけ伊達メガネ。くだらねえことやっちゃった。ねえ、さっき2階の方で中尾先生の声がしてたみたいだけど、何かあったの？今光さんに拳銃のことは知られない方がいい。うん、僕知らないよ。そう、光さん、危ないことに首を突っ込みたがるのはもうやめてください。分かったわよ。だいぶ遅いし、もう休むわ。おやすみなさい、コナン君。おやすみなさーい。さっきカジノの方が騒がしかったようだが、何かあったのか。この人、非常口の前で何をしているんだ。うん、僕知らないよ。これ他の話のフラグだ。そうか、さあ子供はもう部屋に帰れ。先生の奥さんがこんなことになってショックなのはわかるけど、そろそろ休んだ方がいい。わかってるわ、ごめんなさい心配かけて。純子さん、かなりショックを受けているみたいだ。大丈夫かな。まずいな、佐伯さんがいると証拠が探せないな。そうだ、どうする。おじさん、おじさん、このガキまだうろついてやがったのか。逆にしないと毛利探偵に。その毛利のおじさんがおじさんのこと探してたよ。もし見つけたら会長さんの部屋に来てくれって。毛利探偵がなんだって言うんだ、こんな夜中に。おっちゃんの名前いいように使われてるな。さてと、探しますか。お、これは山手さんの手帳だな。山手さんのカレンダーには明日の日付のところに何か書いてあるぞ。 YS 秘書のことか。佐伯陽一だもんね、確か。他に何も変わったところはないな。となるとここかな。佐伯さんの手帳のカレンダーは今日の日付のところに印がついてる。その他にも、うん、なんだこの日付の印は。もう他に探すものはないかな。これでこの部屋は終わり？お、さてと、あとは。この事件で一番大事な証拠はここに隠されているはずだ。ここじゃないの？あった。よし、ここにあるグラスの数をメモしてっと。これでいい。ああ、もうすぐ夜が明けちまうな。そろそろ部屋に戻るか。はい。よかった。ランのやつ何も気がついてないみたいだ。ラン、目開いてんじゃん。コナン君、起きなさい。
うん、もうちょっと、もうだから昨日早く寝なさいって言ったでしょ。昨夜だってどれだけ列車の中を探し回ったと思ってるの、バーにいるだなんて思いもしなかったわ。うるせえよ、もしかしたらこれ正解はもしかしたらっていう選択肢なんですけど、最初はちゃんと事件を解決したいじゃないですか。それでその後にまた前回と同じく失敗編をやっていきたいと思いますので、まず、もしかしたらを選びます。もしかしたら、ラン姉ちゃん、ゆうべ僕たちをバーに探しに来た時、バーの近くで誰かを見かけたりしなかった？そういえば、ああ見たわよ。その人誰？それが分からなかったの。その人入り口のそばに立ってバーの中の様子を伺ってるみたいだったわ。私がコナン君たちを見ませんでしたかって聞こうと思って近づいていったら逃げるように言っちゃったの。だからその人の顔まではちょっと。男の人だった？それとも女の人？男の人よ。それにズボンと色の違うジャケットを着てたわ。やった、これで証拠が全部揃ったぜ。さあ早く食堂車に行きましょう。朝ごはん食べ損ねちゃうわ。おはようコナン君。おはようございます。ね、眠い。おはようみんな。あら、お父さんは？夕べからほとんど寝てないから朝ごはんいらないって。やばいな、おっちゃんがいないと俺の推理をみんなに聞いてもらえない。あら、そうなの、どうしようかしら。蘭姉ちゃん、僕もう一度おじさんを起こしてくるよ。だっておじさん、ゆうべ僕に言ってたもん。今朝食堂車にみんなが集まった時にこの事件の真相をお話しするって。本当？さすが私のお父さんだわ。すっごい。お、本当かよ。さすが名探偵毛利小五郎ですね。じゃあ私たち先に食堂車に行って待ってるわ。あ、そうだ、あゆみちゃん。なあにコナン君、元太が振り返ってるじゃねえか。一つお願いがあるんだけど。なんだなんだ、お前ら二人でこそしやがって。僕にも教えてくださいよ。いいよ、それじゃあ三人でひそ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 。うん、わかった。よし、絶対見つけてくるからや、待っててください。よし、あとはおっちゃんだけだ。なんで親子揃って横に寝てるんだ。おじさん、起きて、起きてよ。うるせえぞ、朝飯いらねえって言ったろうが。あのね、女優のひかりさんがおじさんの話をどうしても聞きたいんだって。またか。な、なに？ひかりさんがそれを早く言わんか、バカもん。ひかりさん便利すぎ、まったく。お、推理書。いや、待っとったぞ毛利君、今度の事件の真相を話してくれるそうじゃないか。なんでめぐれ警部の喋り方なんだよ。眠りの小五郎の名推理を目の前で聞けるなんて最高ですわ。早く聞かせてくださいな。ああ、と言いますと、おっちゃんをこの時計型麻酔銃で眠らせて、あとはこのボイスチェンジャーで。ふっふっふ、皆さんお待たせしました。それでは今から事件の真相をお話ししましょう。絶対これ立ち寝だよね。昨夜バーで中尾先生の奥さんの恵子さんが突然青酸カリを飲んで死んだ。だがこれは自殺ではない。飲んどと。バカな、それじゃあ奥さんは殺されたとでも言うのか。やっぱりそうだったのね。毛利さん、早く教えてちょうだい。犯人は誰なの？犯人指名。この会長は疑わしいところが、なくて、この嫉妬もないと思うんですよね。で、この光京子と小玉みちるは前回の犯人だったので違うでしょう。で、この酒井宗介、この人は前々回の犯人だったのでこの人も違うと。で、この野上さんと新田さんも特に怪しいところがなく、この中尾さん、津川館長は独り言で危険な旅行になるとかって言ってたと思うんですけど、もし犯人だったらそうは言わないと思うんですよね。それを考えると、あと残ってるのがこの佐伯陽一だと思うんですね。コナンに質問とかされた時に性格とかなんか口調とかが変わりすぎてないかって思ったんですよね。犯人はこの食堂車の中にいます。犯人は佐伯さん、あなたです。おいおい、冗談じゃないぜ名探偵。毛利小五郎ともあろう者が何を根拠にそんなことを。ただしこの事件はあなた一人の犯行ではない。共犯がいるってことね。その共犯の人もここにいるんですか？いいことを聞いてくださった。残念ながら共犯はこの中にはいません。それじゃあ共犯は外の人間。
いいえ、共犯は今医務室で永遠の眠りについています。それではやはり自殺。いや違うんです、犯人は初めから恵子さんを殺すつもりではなかった。恵子さんは間違って毒入れのカプテルを飲んでしまったんです。中尾先生、本当はあなたに飲ませようとしていた青酸カリ入りのグラスをね。恵子がわしを殺そうとしていた。俺と奥さんが共犯で中尾先生を殺そうとしたっていうのか。面白い、毛利さん、あなたの推理を聞こうじゃないか。まず私が奥さんの自殺という説に疑問を持ったのはあの遺書を見た時だ。奥さんの自殺の原因を佐伯さんは自分との関係だと言った。しかしそれなら遺書の中身はまず夫である中尾先生に謝る内容であるのが普通だ。それなのにあの遺書にはご迷惑をおかけした皆さんにと書いてあった。その後カジノにある秘密の隠し扉から大量の武器弾薬が発見された。その在りかを示すメモはコナンたちが中尾先生の上着のポケットから見つけた。だが中尾先生は密輸をしていたのは奥さんの恵子さんだと言った。それなら遺書の内容とも辻褄が合うと。だがそれは嘘だ。私は服部君に中尾先生に拳銃が見つかったことを伝えてくれ、ただし拳銃がカジノの中にあったとは言わないようにと頼んだんです。だが先生は拳銃がカジノで見つかったと自分から自白したそうじゃないですか。とするとあの遺書は武器の密輸をしていた人物がそのことに罪の意識を感じて自殺をしたという筋立てのもとに書かれたということになる。つまり中尾先生、あなたが書いたという筋立てで書かれたものなんですよ。そして二つ目は、奥さんはいつも高価な万年筆を持ち歩き習字の先生をしていたほど字を書くのがうまかった。それなのにあの遺書はワープロで書かれていた。そしてあの遺書の一番下はまるで誰かが切り取ったかのようにスペースが狭くバランスが悪い。普通手紙の一番最後に書き入れる一言といえば何か。サインよ、自分の名前だわ。その通りです。はじめあの遺書には最後に中尾さんの名前が書いてあったと思われる。置いてあった場所もきっと奥さんのハンドバッグではなく中尾先生の荷物の中にあったんだろう。何者かが殺人計画を失敗したことを知り、その後慌てて遺書のサインを切り取り置き場所を変えたんだ。ふん、一体誰にそんなことができたというんだ。他の人はいざ知らず、僕はその時部屋にいた。それは社長の山手が、彼女が証明してくれる。え、毛利さん、彼の言う通りです。佐伯さん、そのアリバイについては後でゆっくりお話ししましょう。そして二つ目の謎は、事件当時現場に残された10個のカクテルグラス。奥さんが倒れた時バーにいたのは全部で9人だった。なのに現場には10個のグラスがあった。そのことなら昨夜ひかりさんにもお話ししましたよ。その10個目のグラスは奥さんたちと入れ違いにバーを出た僕のものです。ええ、それは確かにですが、本当はあの現場には11個のグラスがあったはずなんだ。殺人のトリックに使われた11個目のグラスがね。奥さんが毒色のカプセルを飲んだと推定される時刻は死亡した20分前、つまり奥さんがバーに来る直前だ。だがそれはカプセルの溶け具合から判断したこと。もしカプセルが奥さんが飲む前からすでに溶けていたとしたら、中尾先生と奥さんがバーに来た時、佐伯さんは先生に席を譲るふりをして席を立った。その時奥さんがグラスをテーブルに忘れたのに気づいたあなたは奥さんにグラスを渡している。おそらく奥さんたちがバーに来る前から犯行時刻をわからなくするためにあなたは自分のグラスにカプセルを入れて溶かし始めていた。奥さんに渡したグラスはその毒入りグラスだ。そしてあなたは奥さんから受け取ったグラスを隠し持ってバーの外に持って出た。その後奥さんは私に話しかけるふりをして、その毒入りグラスをあらかじめ奥さんが隠し持っていた空のグラスとすり替え、毒入りグラスをカウンターの下へ隠す。その後奥さんはグラスを開けてしまったふりをしておかわりをし、その空のグラスをバーテンにしまわせる。この時奥さんがおかわりしたカクテルはポーラスターというカクテルだ。中尾先生が大好きなサザンクロスというカクテルとは中に入っているものが違うだけ。つまりオリーブとパールオニオンだ。バーの中はひどく薄暗かったから、この2つを一目で見分けるのはかなり難しい。この後奥さんは飲みすぎだと言って先生のカクテルを取り上げている。この時2度目のすり替えが行われた。ただしこの時はグラスごとすり替えたわけじゃない。奥さんはカクテルの中のオリーブとパールオニオンだけをすり替えたんだ。
なぜそんなことをしたかというと、この後で奥さんは中身だけすり替えたオリーブ入りのポーラスターと隠しておいた毒入りのサザンクロストをすり替える必要があったからだ。先生に毒入りグラスを飲ませるためには先生がグラスを取り間違えたように思わせなければならなかったから。ところがこの後思わぬアクシデントが起こった。源太くんが転んで奥さんの着物を汚したので奥さんはトイレに行った。この間に先生は自分からグラスを間違えて奥さんの毒入りサザンクロスを持って行ってしまったんです。トイレから戻ってきた奥さんは先生がすでに毒入りのグラスを持って行ったとも知らず、計画通り先生がグラスを間違えていると言って自分のグラスを取り返した。役目が終わって気の緩んだ奥さんはグラスを一気に飲み干した。自分がすり替えた毒入りのサザンクロスをね、つまり源太のせいと。バーに来てからずっとサザンクロスしか飲んでいなかった先生のグラスにパールオニオンがあった。理由はそれしか考えられない。そしてこの時点でトリックに使われた11個目のグラスは佐伯さんによって持ち出され、現場に残ったグラスは10個というわけです。あっはっは、いやー面白いトリックだ。僕がやったという証拠があればね。いいんですか佐伯さん、そんなのんきなことを言っていても。あなたはバーを出てからずっと部屋にいたと言っているが、奥さんが倒れる直前バーの入り口で中の様子を伺うジャケット姿の男を娘のランが見ているんです。何？昨夜ズボンと色の違うジャケットを着ていた男の人は中尾先生とあなたと私しかいなかった。奥さんが倒れたのを見て計画が失敗したことを知ったあなたは先生の荷物に入れてあった偽の衣装を奥さんのハンドバッグに入れ替えた。だがもう一つの探し物がどうしても見つからず、あなたはかなり焦ったはずだ。拳銃の隠し場所を書いたメモが見つからずに、もし計画通りにことが運んでいたらあなたはわざわざ自分と奥さんとの関係を暴露する必要はなかった。先生が死んだ後彼のポケットから拳銃の隠し場所を示すメモが見つかればそれが自殺の原因だと思わせることができた。しかしそのメモだけは奥さんが先生のジャケットのポケットに入れてしまっていたんでしょう。メモがないことに気づいたあなたは奥さんが自殺した理由も新たに作り出さなければならなかった。共犯の奥さんは死んでしまったからある程度本当のことを言った方が逆に怪しまれずに済む。そう考えたあなたは奥さんとの関係を自分から告白したんです。ますます面白くなってきましたね。拳銃の密輸だの暗号のメモだの、僕にはさっぱりわからないことだらけだ。だが僕のアリバイが崩れないことには全てが夢物語ですよ。そう、あなたには完全なアリバイがある。しかしそのアリバイを証言している山手さんがもしあなたをかばうために嘘をついているとしたら、そんなことはありえない。社長が僕を憎んでいることはここにいるみんなが何度も目にしているはずだ。社長が僕をかばったりするはずがないじゃありませんか。それもあなたをかばうためのお芝居だとしたら、バカな。夕べ通路のゴミ箱に馬のカフスボタンが捨ててありました。一緒に捨ててあったラッピングの箱や包み紙からして誰かが誰かにプレゼントするために買ったものだ。男物のカフスだから送る相手は当然男の人。そして包み紙には店の住所が書かれていたが、この住所はイギリスの有名な競馬場がある町の名前だ。山手さん、あなたは先日イギリスに仕事で行っていた。そうですね、つながった。佐伯さん、つかぬことをお聞きしますが、あなたの誕生日はいつです？1906X 年 Y 月 Z 日です。おお、では今日があなたの誕生日なんですね。おめでとうございます。だとするとこのカフスはきっとあなたへの誕生日プレゼントですよ。ほら、裏にあなたの誕生日の日付が刻んである。それにあなたは大層競馬がお好きなようですね。あなたの手帳のカレンダーには G1 の日付に全て印がついていましたよ。会社が借金だらけになったのもあなたのギャンブルが理由じゃありませんか。ランが事件当時
佐伯さんをバーの近くで目撃しているにもかかわらず、山手さんは佐伯さんがずっと部屋にいたと嘘をついた。これが何よりも山手さんが佐伯さんを愛していたという証拠です。陽一、やめましょう。もう逃げられないわ。お前は黙ってろ。いや、まだだ。まだ一番肝心の証拠が出てない。そのカクテルグラスのトリックに使ったとかいう11個目のグラスは一体どこにある？往生際の悪い人だ。お、噂をすれば今その証拠が到着したようだ。見つけたよ、コナン君。11個目のグラス。調理室のコックさんにグラスの数も確かめてもらったぜ。一つ余分なグラスが調理室の棚に紛れ込んでたそうです。ちくしょう。陽一、お前のせいだ。お前が会社を借金だらけにしやがって、じいさんを殺してあのババアが財産を継いだら、俺がその金を借りて新しい会社を作るつもりだったのによ。ひどい男だ。ごめんなさい陽一。毛利さん、私も彼の共犯です。彼と一緒に警察に引き渡してください。山手さん、あなたみたいな素敵な人にこんな男は似合わない。きっと今にもっといい男が見つかりますよ。この名探偵毛利小五郎のように最後いらない一言だな。佐伯と中尾医師は次の駅で警察に逮捕された。山手さんも一緒だったが、彼女は殺人に手を貸したわけではないので罪はとても軽いだろうと目暮警部が言っていた。それにしても俺はこの事件で女心ってやつがわからなくなった。まるで中身が違うだけの2つのカクテルのように。終わった。君の推理力は俺の父さんと同じぐらいかな。あ、ここは変わってないですね。それで、ゲーム内の全シナリオを最高評価でクリアすると、この後に隠しシナリオが出るんですけど、それをやる前にまだ見てない展開の違いをやっていきたいと思います。ランとの会話で今度は間違った方を選択した時の展開の違いを見ていきます。うるせえよ。起きないなら先に行っちゃうからね。さて、もう少し寝るか。さて、そろそろ起きるか。ラン姉ちゃんまだいたの？コナン君が来ないから結局戻ってきちゃった。バーロ、余計なお世話だよ。それじゃ行きましょうか。それで進めてくると、ここまで犯人を追い詰めることができるんですけど、証拠がないので終わってしまうんですね。ここからだ。証拠、確かに彼の言う通りかもしれない。第一、彼はバーを出てからずっと部屋にいたわけだし。どうしました？考えはまとまりましたかね？これは立派な名誉毀損ですよ。どうするおつもりですか？犯行のトリックは大体分かった。だけど、それが彼の仕業だと言える証拠がない。バーから出て行ったはずの佐伯を誰かがどこかで見ていれば、とにかくみんなに話を聞いて回る必要がありそうだな。っていう風になるんですね。次は犯人指名を失敗した辺をやっていきたいと思います。まずは、会長。犯人は会長、あなたです。なんだと、わしが自分の部下の妻を殺したとでも言うのか。見損なうなよ、名探偵。これでもわしは鉄道会社の社長だぞ。社会に対しての責任があるんだ。絶対に殺人などするものか、毛利探偵。出してもらおうじゃないか。あんたの掴んだ証拠。証拠は今のところ完全ではありません。でも駅に着いてから警察に調べてもらえればすぐにわかることですよ。いいだろう。わしの名誉にかけて貴様を社会から追放してやる覚悟しておけ。怖っ。次は山手美香さん。兄は山手さん、あなたです。私が恵子さんを殺したとおっしゃるの？それは全くの勘違いですわ、毛利さん。それとも何か証拠でも終わりなの？山津さん、あなたは佐伯さんに特別な思いがあるはずだ。だから彼と恵子さんの仲を知ったあなたは、その妬みから恵子さんを殺したんじゃありませんか？その通りです。でも彼は関係ありません。全て私がやったことです。おい工藤。次は光京子さん。兄は光さん、あなたです。何を言い出すかと思えば、私を犯人と決めつけられるほどの証拠をあなたは持っているの？証拠は今のところ完全ではありません。でも駅に着いてから警察に調べてもらえばすぐにわかることですよ。眠りの小五郎が聞いて呆れるわ。世間の評判はデタラメだったよね。いいわ、あなたと勝負してあげるわ。あなたの力がその程度のものならば
私でも十分に勝てる相手だもの。次は新田純子さん。アンニは純子さんあなただ。私が恵子さんを。毛利さん、純子は僕とずっと一緒にいたんだ。だったら僕も共犯ということになるじゃないですか。それとも何か証拠があって言っているのですか。そうだぞ毛利君、純子が人を殺せるわけがない。証拠は今のところ完全ではありません。でも駅に着いてから警察に調べてもらえればすぐに分かることですよ。分かった。それならわしが純子に弁護士をつけてやる。まったく、なんでこんな人が世間で名探偵などと呼ばれているのか分からないよ。その通りです。次は中尾先生。アンニは中尾先生あなたです。なんてこと言うんだ。わしが稽古を殺しただと。冗談も休み休み言いたまえ。先生、平次君から聞いたのですが、あなたは武器の密輸をしていたのは恵子さんだと言ったそうですが、あれは嘘ですね。平次君があなたを問い詰めた時、わざと拳銃の見つかった場所を言わなかった。しかしあなたはこう言ったそうですね。カジノの隠し扉のことも暗号のことも何も知らないと。それはあなたはやはり口封じのために奥さんを毒殺しましたね。確かに武器の密輸をしていたのは認めよう。だが断じてわしは恵子を殺してはいない。わしは恵子を愛しているのだから。あいつがいなくなって初めて本当に大切なものを知った気がする。わしはどうしようもない愚か者だ。毛利さん、わしは檻の中でゆっくり考えることにするよ。そうですか、わかりました。あとは警察に任せることにします。ありがとう。次は酒井さん。アンニア、酒井さんあなたです。俺が恵子さんを殺したばから。確かに俺は恵子さんよく知っている。中尾先生の奥さんだからな。だからといってなぜ俺が彼女を殺さなければならないんだ。証拠はあるのか。証拠は今のところ完全ではありません。でも駅に着いてから警察で調べてもらえばすぐにわかることですよ。だったら好きにすればいい。俺はこの列車の設計技師だから、ここのことは全部把握している。警察が何を言おうが打ち負かしてやる。次は小玉みちるさん。アンニは小玉さんあなたです。なんですって。私と恵子さんはただの知り合いですよ。なぜ彼女を殺す理由があるというの。あまりにも理不尽すぎるわ。ああ落ち着いてください。小玉さん、駅に着いてから警察に調べてもらえればすぐにわかります。あまりにもバカバカしすぎます。ただでさえ初めから気乗りしない仕事なのに、会長も中尾先生も昔と何も変わってなくて。おだまり小玉。わかりました。毛利さん、私が彼女に弁護士をつけます。駅に着いたら推理でも何でも勝手にしてください。きっとあなたは後悔することになるわ。最後は野上さん。犯人は高橋さんあなただ。僕が犯人だと言うんですか。何を証拠にそんなことを。証拠は今のところ完全ではありません。でも駅に着いてから警察に調べてもらえばすぐにわかることですよ。もう何を言っても無駄のようですね。あなたのような人がこんなデタラメなことを言うなんてがっかりです。さあ行こう純子。この人には付き合いきれない。駅に着いてわかるのはあなたが無能だということだけですよ。毛利さん、その通りです。最後に隠しシナリオをやっていきます。事件は解決した。ちょっと待てよ。このビップルームで見つけた金庫のメモ、まだ何か書いてあるぞ。これはこの6桁の文字の配列。そうか、俺が以前解決した地下遊園地での事件の時見たあれか。試しに少し考えてみるか。正しいパスワードを入力する前に失敗した時を見ていきます。適当に入力して何も起こらない。まあいいさ、事件は解決したんだっていう風になるんですね。今度は正しいパスワードでやっていきます。お、始まったな。コナン君何してるの。もうみんな降りちゃって、残っているのはコナン君と平次君だけよ。服部が。平次君もここのどこかにいるみたいだわ。もうすぐ警察の人がここを調べに来るって言うから私が呼びに来たの。分かってよ、僕が平次兄ちゃんを探すから蘭姉ちゃんは外で待っていて。もう早くしてね。うん、すぐ行くよ。探偵ってものはな、事件が終わっても本当に自分の推理が正しかったのか確認したくなるものなんだ。それを後で難癖つける評論家って言うんだぜ。お、このセリフは。なんだ今の声は。まさかこの感じ、怪盗キッドだ。このカードは。こんにちは探偵君、君はここで真実を手にすることができたかね。私には君には見えない真実を見ることができる。この列車には災いをもたらすパンドラの箱が息を潜めているのだ。君に見つけることができるかな。怪盗キッド。怪盗キッド、やつがここにいるっていうのか。それにこのフレーズが気になるな。災いをもたらすパンドラの箱、一体何なんだろう。とにかく服部を探そう。よし、いたいた。
キッドのことは服部には確認しておこう。服部、おう工藤、分かってる、早くここを出ろって言うんやろ。今事件を頭の中で整理してたとこや。服部、まだ何か引っかからないか。なんや、もう犯人は逮捕されたんやで。これは俺の勘なんだが、このジャパネスク号の中にはまだ何かある。お前がそこまで言うんやったら好きにさせたる。サンキュー服部。なーに、後でたっぷり礼をせえや。とりあえずお前は俺の服の中に入っとけ。警察に見つかったら厄介なことになるからな。大阪の事件の時も服部の服の中にコナンいたよね。あと新一のお母さんのライダースーツの中に入ってたこともありましたね。あった、ここだ。ここから嫌な感じがビンビンするぜ。よし、開けてみるで。これは爆弾が作動しとる。前に来た時はこんなものなかったのに。そうか、これがパンドラの箱。とにかくこれを解除しないと。ちょっと待て工藤、この爆弾は前に親父に見せてもらったんと同じや。何、本当か服部。ほんまや。ええか、この爆弾はボタン式になっとって20の解除ボタンを押さなあかん。どのボタンかは毎回変わるんでわからへん。解除ボタンを押すと数字が出る。この数字はそのボタンの周りにいくつ作動ボタンがあるんかを示しとる。4つ作動ボタンを押してしまうとアウトや。分かったか。あー、マインスイーパーみたいなことでしょうか。はい、まず失敗した時を見ていきます。こうなりました。 B 制御不能になりました。カウントダウンを再開します。ダメだ、もう止まらねえ。大変や、周りの人を避難させんと。急げ。あ、爆発した。危なかった。とりあえずみんな無事だったからよかったものの、もう少しで大変なことになっていたぞ。しかし一体誰があんなことをしたんだ。すべては謎に包まれてしまった。エンド。ってなるんだ。今度は成功した時を見ていきます。ピピピ、ロック解除。全機能を停止します。やった、成功だ。ほんまか。あ、なんとかな。どないした？駆動。またこの感じだ。気分悪いんか。そうやったら俺には見えてきたぜ、本当の真実ってやつが。は？服部、悪いがお前はここに残っていてくれないか。お前はどうするんや。俺は列車の中一通り見て回った。すると残るはあそこしかない。よう名探偵、どうやら伝わったようだな。俺のメッセージが出たな。怪盗キッド、パンドラの箱か。全くキザな野郎だぜ。ここの会長がなかなかの宝石好きだと聞いてな。駅に着いてから来てみたんだが、代わりに変なものを見つけちまったぜ。俺はてっきりお前の仕業じゃないかって思ったんだがな。怪盗は創造的な芸術家だぜ。そんな野暮なことはしない。泥棒が偉そうなことを言うな。お前らがうやむやにしてしまった真実、俺たち探偵が探し出しているんじゃないのか。ならば聞こう。お前はここで起きた悲劇を止められたのか。いくらお前が本気で挑んでみたところで結局難癖つけて終わってしまっただけじゃないのか。まあそんな怖い顔するな。俺とお前は似ている。お前の後ろに深い影が見えたからちょっと魔が差しただけだ。俺の後ろに。さらばだ名探偵、運命の糸が再び絡み合う時を楽しみにしているぜ。ドライした工藤、お前の言うけじめはつけられたんか。嫌なら言わんで、さ、みんなのところに戻るで。お、心。おい、お前ら、今監視が来たところだ、さっさと出ろ。いやー、こいつが迷子になってるってあんたの娘さんに聞いてな、探しとったんや。は、俺はコナンがおめえを探してるって聞いたぞ。え？きっと蘭姉ちゃんが聞き間違えたんだよ。何でもいいからさっさとしろ。うわー、あー、いきなり転び落ったわ。転んだのか、寝たのかと思った。もうお父さんたら、気楽なもんだな。人間笑っとる時が一番ええんや。ま、一見落着やろ。そうだな、みんな笑っていられてよかった。こうして俺たちは無事ジャパネスク号を降りることができた。その後警察の調べでどうやらあの爆弾には奴らが絡んでいるように思えた。俺の体をこんな風にした黒ずくめの男たちが、また出発前それらしき人物を見たという証言もあったらしいぜ。畜生、またかよ、無理やりすぎないか。今に見てろ、必ずお前らの悪事を暴いてやる。コナン君、コナン君ったらもう。あ、蘭姉ちゃんいたの？いたのじゃないわよ、まったく。何回も呼んでたのよ。どうしたの？もうみんなデパートに向かっちゃったわよ。コナン君も早くしなさい。うん、わかった、今行く。今日はランとあゆみたちとでかいものに、あゆみたちとで買い物に
行くらしいが、これは字幕の区切り方が悪いな。なんで俺まで付き合わなきゃなんでんだ。もうコナン君、まったくうるせえな。置いてっちゃうわよ。いつまで続くんだこんな生活。トゥルーエンド。あ、終わった。では感想を述べますと、前作と同じで一つ一つのシナリオは短く、全体的にボリュームや描写不足だったんじゃないかなと思いました。で、証拠品集めは基本ヒントなしの総当たりで、前作よりマップが広くなったのに対し、マップ画面が廃止されたため迷いやすくて、また列車内という環境のため通路のグラフィックがほとんど同一で、単調な画面が飽きを誘うかなと思いました。で、前作に比べバッドエンドの演出が簡素で、今回は誤った人を選択した場合は全員似たようなセリフを言って、誤った推理も披露されることなく、コナンの苦言で締められるという味気ないものでしたね。で、隠しシナリオに登場する怪盗キッドも脈絡がない登場である上に、最終的なコナンの投票もかなり強引なものがあるんじゃないかなと思いました。よし、ではこれにて名探偵コナン疑惑の豪華列車を終わりにしたいと思います。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。